おはようございます。ここからは西日本の雨について詳しくお伝えしてまいります。まずこちらご覧ください。現在の雨雲レーダーの様子なんですけれども、特に活発な雨雲は紀伊水道の南海上から四国東部、そして兵庫県の南部のあたりにかかっています。一部は広島県などでも強い雨雲が発生しています。でもう一つは伊勢湾付近でやはり強い雨雲が発生しています。で現在の雨の強度を見ていきますと、ご覧のように特に強いのが一つは広島県の瀬戸内海側、東広島というところですね、10分で 10.5 ミリ。もう一つは愛知県の南知多、ここでも10分 10.5 ミリということで、1時間雨量に直しますと60ミリを超えるような非常に激しい雨ということになります。でそれ以外でも徳島県などでも10分で 8.5 ミリですから、やはり時間60ミリ弱、50ミリ前後の激しい雨が降っているということになります。でこの後の雨の予想なんですけれども、ちょっと衛星画像を見ていきますと、ご覧のように、特に活発な雨雲のラインは2つありまして、1つは紀伊水道の南の太平洋から紀伊水道、そして播磨灘を経て兵庫県にかけて、もう一つは志摩半島の南から伊勢湾付近にかけて、この2本の特に活発なラインがあります。でこのラインというのはこの後も南海上にずっと雨雲が続いていることでも分かりますように、この後もずっと続く予想です。これを気象庁の少し細かい数値予報モデル LFM というものシミュレーションを見ていきますけれども、現在のこの雨雲の入り方ですね、ちょっと矢印で書きましたけれども、特にこの紀伊水道から淡路島を経て播磨灘、そして兵庫県南部、もう一つは伊勢湾というのは地形的に南からの湿った空気が集まって入り込む、これは気象学的には収束と呼びますけれども、特に活発な雨雲がずっと流れ込み続けやすい地形になっています。もう一つは広島県などでも強い雨の予想があります。でこれがこの後時間を追うとどのように変わるかということなんですけれども、これ午前8時です。そして9時11時そしてこれが正午ですけれども、雨の強い流れ込むラインというのはこの後次第に紀伊水道付近に集約されてくる、もう一つは伊勢湾付近ですね。ですから今日の日中は四国の東部もそうですけれども、特に近畿地方から東海地方の西部にかけて雷を伴った非常に激しい雨が続く恐れがあります。でこの雨のこの後の予想ですけれども、気象庁の MSM というシミュレーションで見ていきますが、これ9時です。時間を追っていきますと12時、そして15時、18時という形で、この紀伊半島から東海地方の西部、三重県の北部や岐阜県の西部、あるいは名古屋付近もそうですけれども、こういったところでは今日の日中いっぱい雷を伴った激しい雨、場合によっては非常に激しい雨が続く可能性が高くなっています。ですので、低い土地への浸水、道路の冠水、土砂災害等に厳重に警戒をしてください。この雨がいつ頃までかということですけれども、一応今夜遅くになりますと、雨の予想はかなり弱くなっていますけれども、それでもまだ東海地方などに、雨の予想がありますので、ことによるとこの中でやはり雷を伴って雨足が強まるということがありますので、今日の日中が中心ではありますけれども、今夜にかけても特に東海地方などでは強い雨に厳重に警戒をしていただきたいと思います。特に車ですと低い道路ですね、アンダーパスなどでは一旦入ってしまうと脱出できなくなってしまうことがありますので、事前に自分がこれから走る予定のところ等の下調べや、場合によってはそういったところを事前に回避する等の対策が必要になるかと思います。ここまでは西日本の雨についてお伝えしてまいりました。